グラニットフォールズ付近ミシシッピ川との交流点近くにかかる面倒田橋ミネソタ川流域ミネソタ川はアメリカ合衆国ミネソタ州南部を東西に流れる長さ 534km の河川でミシシッピ川の支流の一つである流域面積約4万4千平方キロメートルのうち3万8205平方キロメートルがミネソタ州内である残りの 約6000平方キロメートルはミネソタ州に隣接するサウスダコタ州やアヨワ州にかかっている。ミネソタ州南西部、サウスダコタとの宗教にほど近いビッグストーン湖を水源としている。上流域から中流域にかけては南東に流れ、マンカトで流路を北東に変える。やがてミネアポリスセントポール都市圏に入り、 ミネアポリスセントポール領都市の南側にあるミネアポリスセントポール国際空港の近くでミシシッピ川に合流する。合流点には国の歴史的ランドマークに指定されているスネリングトリデアトがある。ミネソタ川流域はミネソタ州の地方区分の一つとして位置づけられている。名称はダコタ族の言語で水を意味するマニーと 曇り空のようなを意味するソタを合わせて付けられた。後に、ミネソタ州となる順州の名は、川に由来している。ミネソタ川が流れる谷は1万年ほど前の最終表記に形成されたものである。谷の幅は約8キロメートル、深さは約80メートルに及ぶ。ありがとうございます。